いクミンでーす。ですね、子供たち、ワンコなんですけども、子供たちのシッターさんから、なんだかお誕生日プレゼントもらっちゃいました。なんかね、面白グッズそうなので、ちょっとここで開封したいと思います。じゃーん。なんだろう。もうね、老犬になってから、子供たちがちょっと幼稚園に預かってもらえなかったり、でも、保護犬の子たちはね、とにかくもう閉じ込められたりとか虐待とかあってきた子たちなので、なるだけ子供たちだけで、ワンコたちだけでお留守番させないようにしてるんですね。で、今までいろんなシッターさんに来てもらってたんですけど、最近ちょっとお願いしてるシッターさんがいて、もらっちゃいました。なんでしょう、なんかね、便利グッズみたいな感じなので。もうね、子供たちもすごい懐いてて、本当はね、人間の赤ちゃんの、シッターさんをやってるんですけど、ワンコの、お、いっぱい入ってる。おー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 わー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 、なんだ。おい。なんだろう。ホルダーシリコン。あ、おー、ね、除菌とかが入るやつだ。イエーイ、これ、ほら、どうやって使うんだろう。これが、あ、ホルダーになっていて、説明書が、直接火にかけないでください。これ、それは当たり前、早い。はいはい。スプレーボトル、詰め替え用。あ、スプレーボトルって書いてある。これ。これ外して、これやって、あ、除菌のシュッシュッシュッってできる。おしゃれ。あ、見えるかな、ちょっと見えるかな。 K って入ってる。 K、 あ、ここで見える。 K って入ってる。すごい。かわいい。あ、ここがね、柔らかくなってる。ほら、これちゃんと差し替えられるようになってるんだ。で、これは何のためについてるんだろう。あ、蓋が、ほら、蓋が、なるほど。よくね、最近ね、カバンに皆さん除菌のこういう小さいのをね、こうやってぶら下げてるのすごく見てて、へー、すごい、こんなおしゃれなの。あ、こうやってやるの？YouTube はこうやってやるのかな？あ、いただきました。イエーイ。そして、これ黒いの、なんだろう。もうね、子供たちはね、優しい人すごくわかるんですよ、やっぱりね。あ、なんだこれは。これはなんだ？マスクホルダーヘアバンド。え、マスクが関係あるの？あー、なるほど。ね、ここにポッチがついてるの、ほら。こっちとこっちに。これで、ヘアバンドを、あ、これ耳が痛くないってやつ？ヘアバンドをしたときに、こうか。こうやって、ここにマスクがかかるんだ。あ、マスク持ってくればよかったな、マスク。もう、こうやってかかるんだ、ここに。こうやって、ここに、ほら。すごい。耳痛くないもんね。これすごいね。ここにボタンつけるだけで。これすっごいアイディア。へえ、よく知ってるね。みんなこれの、あ、静電気。静電気。お、すっごいね。ボタンつけるだけでいいんだもんね。
でもこのヘアバンドも柔らかくて、あ、私も黒が多いのよく知ってるねえ、おしゃれ。これマスクがかけられるヘアバンド。あ、でも逆に耳だと取れちゃいやすいけど、ここに引っ掛けた方が、ボタンに引っ掛けた方が取れにくいって、うわー嬉しい。もう本当にね、あの私の生活をしててくれて、本当あの絶対使うぞっていうものをねくれるんですよね。なんだこれ、なになに、なんかね、壺の顔の反射区の絵が描いてある。なにこれ、そうこれ私が推しているあのラッ、あ、これは会社名か、名前はなんていうのもうおばさん、こういうの弱いから頼むよ。日本語でお願いしますね。多分これマスクしただけで、この顔の反射区がこう押せるってやつみたい。このマスクをすると、ここの反射区が、これね、目のところ、あ、皆さんわかるかな？ここの眉のところ、ここね、ここの、反射区の話。あの目つつかないように、ここにくぼみがあるでしょ、ここ。あ、私たちはね、こうやって引き上げちゃうんだけど、お客様のこうやって引き上げちゃうんだけど、ここ、この前のここのところで、こう来てみたいな、それが眉のところで、目のところの、皆さんの目つつかないので気をつけてくださいね。あのこの中指と、ごめんなさい、またカメラ動かした。中指とこの、薬指が、あの力が一番入んないとこなので、こうやってフェイシャルは全部この2本でやるんですけど、ここの鼻のところ、こうしてって真ん中来たら、この骸骨のこの骨の際なんだけど、ほんと目つかないように、ここ来たら一点こう来て、こう来て、自家線まで。はい、そういう、またそれはまた違うあの動画で顔の配色をご説明したいと思います。それがね、押せるんだと思う、多分。すごい、こんなの売ってんの？よく見つけてくるね。すごい、シリコンになっている。シリコン、ほら、ツボが、反射格子が。これ耳にかけるの？どれ？お、結構ね、あの、シリコンを伸ばす感じ？キャット、ちょっと前髪。あ、ここに入って、どこに合わせたらいいかな、待ってね。あ、ここのツボをここに合わせて、お、入ってる。おツボに入る、ツボに入る、気持ちいい。これね、このまんまこうやって押さえつけたら気持ちいいかも。うわー、入る。これいっぺんに同時に、このリンパ流しとは違うけど、いっぺんに来るね。いわー、面白い。これあの新幹線の中とか乗り物の中でこれして寝てたら、なんか気持ちいいかもしれないけど、怪しまれるね、これなんかダラララララララ手伝ってきそう、ダララ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 最高やね、これ。これちょっと、あ、ちょっとファンデーションついちゃったけど、もう一回、ほら、すごい。すっごい、よく見つけてくるね。あ、今ね、ここの押された感が、もうちょっと眼輪筋がちょっと緩んだ感じがする。
そしてこれはね、待って待って待って、頭のハイジャック、ほらとてっぺんのね、てっぺんの100円、これがね、ここが中心になるんですけど、この耳のところから来たところ、鼻のところから来たこの交わったところに100円っていうね、この頭のこう中心、1、2、3、1、2、3、これね、他の動画でもねちょっとご紹介してるんです。この100円が押せる、へえー、すごい。でね、ここの後ろのここ天柱、よく皆さんここのここやった時にくぼみがあるところ、ここっていうわかんないね、ここら辺わかるかな、見えてるかな、ここら辺親指でクックックってやるところも、これもね気持ちいいんですよ。これが押せるの、まさかまさかの、すごいね。おカチューシャ、カチュー、あ、ふにゃふにゃ、お耳がついてふにゃふにゃで、これをね、頭の上に乗っけたり、徐々にずらしたり、あと後ろ側にこの耳を持っていくんだ。どれ、ここの、すごいすごいすごい、この鋭利的な、これすごいんだけど、これ100円に入るの、あ、引っ張るの、うわすごい来る、うわすごい来る、これ、うわちょっと待って、脇、おー来る、あ、これはこうちょっと引っ張っただけで、この天柱の後ろ、うわーすっごいわこれ。電池も、あ、すごい電池もいらないし、これを猫の耳を引っ張るだけで、おおほほほほほほほ、わすごい、いや半端なくね来ます、これこういう後ろ、あーすっごいね。例えばこれでもいいのかな、頭のヘッドスパイルの時にはここの生え際のところをね押していって、このど真ん中から天柱まで行って、この脇をこういうリフレなんだけど、っていうことはこれを例えば縦に、お入る、お入るくるくるくる、こっちは、おすごいこれ、うわちょっと一気に眠くなってきた嬉しい。これ目のツボを押しながら頭を押すってのどうなのかな、目を押しながら、うわうわうわ、怪しい人これでこれ、うーおー来る、うー気持ちいい、やばいやばい、これやばいやばいやばい、気持ちいい、最高、いやありがたいプレゼントでございました。これ途中から見た人何やってんのかなと思いますね。あ、これ入るわ、素晴らしい。いつもね、お客様の、あ、すごい、お客様の元アイドル前髪のち。お客様の顔の反射区とか頭の反射区をやらせていただいてるんですけど、ね、ちょっと休憩時間にね、これで、シリコンで柔らかいし、これちょっとね、ポーチかなんかに入れてね、ふっと持ち歩いたらね、いいですね。なんといっても、このカチューシャのバンダナのこの、ここにね、
マスクがかかる。はあ、よく考えるね。素晴らしい。これ考えた人素晴らしい。これもね、つけて歩きたいと思います。ゆー。はい。子供たちのワンコのシッターさんからのプレゼントでしたけど、なんかね、面白グッズって言ったのでね、ぜひぜひね、皆さんに見ていただきたいと思って一緒に開けてみました。はい、またね、この反射区はね、とてもね、気持ちいいしね、目のパソコンとかね、テレワークなんかで目が疲れた時なんかね、この眼輪筋をね、ほぐすのがいいのと、あとこの顔の中にはね、腸蛍骨って蝶々の形した骨があるんですけど、それをね、こう耳のね、アプローチでね、ちょっと耳の刺激で、これまたやりますね、後でどんな刺激かね、はい、その腸蛍骨にアプローチして、まあ、ちょっと眼輪筋とか頭痛とかここら辺のモヤモヤを取りましょうというね。うん、本当にね、この周りデコルテから上はね、本当気持ちいいんですよね。ということで、シッターさんからいただいたグッズ紹介でした。ありがとうございます。感謝感謝です。